本日ですが、翼人の皆さんと模擬戦をしていただきます。すでに我々オークや他の種族とは何度か対戦していますが、これまで負けなしです。へえ、かなり強いんだね。やはり空を飛べるのが大きいですね。ですが、あと何度か手合わせをすれば、ん、我々オークとて負けはしません。そう、僕も気を引き締めなきゃね。さあ、どう出る。まずは挨拶代わりに初段を交わしたところで、次のブリ前段命中。総員被弾、想定外の射程です。第二陣出動。遠距離攻撃への対策なしで防御力もあれじゃ。なるほどね。視界は遮られるけど、探索の回、撃ち放題。奴に備えろ。魔法障壁展開。エマは強いって言ってたけど、これじゃ飛べるだけの的。あれって族長のカクンさん。じゃあ鳥の方は補佐のショナさんか。そういえば翼人は巨鳥への変身能力があったな。遠距離攻撃への対策は、そう、そんな対策を見たかったんだよ。強化と風、まさか特攻する気。空中って安全圏を得て攻撃が単調になったのかな。攻撃が一直線すぎるよ。まだまいりました。皆さんとは初めての模擬戦でしたので、まずは戦闘法を確認させてもらったのですが、はっきり言って空を飛べることに甘えすぎです。遠からずハイランドオークや他の種族も皆さんに圧勝するかと。圧勝します。特攻もやめた方がいいですね。集中砲火による迎撃の餌食になるのは目に見えています。上空に布陣するのは基本として、複数のパターンで確実に成功させることがスタート地点になりそうですね。今日のところは以上です。では。若様。はい、何でしょう。我々は開拓作業や調査、悪空ランキングにも参加したいと。悪空ランキングは自己責任の前提で誰でも参加可能です。しかし悪空の開拓については許可できません。皆さんの戦力では不向きな面もありますので。そうですか。まあとにかく今は力を蓄えてくださいね。